自敗キャンプ場がこの先にあるらしいんだけど、どの辺まで行けばいいのか分かんねえしな。まあちょっと歩いて、とりあえずこの辺ぐらいまで行ってみる。ここの、うん、なんか卵竹じゃない、なんかありそうな、うん、あそう卵竹ね、形それっぽいですね。卵竹だったら食えるよね。じゃあ持ってきます、ね、食べていいですよ。うん、そこなんかベンチの跡っぽいのがあるね。本当だ。あ、こっちにもあるの。ベンチ。ちょっとこっち入ってみっか。ベンチの跡が。うわー、これ。それ辛いっしょ。俺こうなるの微妙に予想して長ズボン入ってきたんだけど。辛いな。待ってていいよ。無理はやだよ。そう。でもハイキャンプ場にしてはなんか道ができてるから違う気がするな。これそこが囲われてて畑なのかな。なんか あなんかでもキャンプ場って言われればそれっぽい雰囲気がしてるような。なんか見たサイトのやつだとコテージの建物的なのあったね。コテージってかまあ三角屋根のやつだけど、三角屋根のやつだったらあれじゃん、なんかこの間お墓ですね、稲川淳二三角屋根の建物と、これはお墓の作りですね。山ぶどうが、なんか不自然に切り開かれてんだよな。うーん、違うのかな。雰囲気やっぱ似てんだけどな、この辺こんな感じなんですよ。ちょっと自分でスライドしてもらって、 あ本当だ。あーなるほどね、本当だ、うん、三角やね。そう下とかじゃないかな。じゃあちょっとさすがに何も残ってないってこと。ちょっとだけあっち行っていくんでそこで待っといてくださいな。そこで待っといて、ちょっとその辺見てくる。あの写真見た感じだとなんか山の斜面のそばに建物があった感じだから、ああ違うか、倒木だな。ただのS3 電波ありますね。ね、意外とありますね。違いますな。じゃあ下の方行きますか。お、なんかもうやった。ああ、結構この辺謎だな。妙に手が入ってる風に見えるし。車で行けた後ですよね、これ。わだちの後ですね、これ。うん、でもあの橋、もう60トン以内って書いてたけど、渡れなくはないのか、じゃあ。
ないよな、この辺にはな。あれ下道みたいになってんな。下がちょっと道みたいになってない。本当は。さあ降りれんすね。ちょっと降りるんだったら降りてみた方が水辺に近づくから、それっぽい気がしないでもないですね。こっから降りれるか。鳥が。ここか。こ道じゃねえな。道じゃねえなこれな。道っぽいけど道じゃないなこれ。お邪魔します。あ、お疲れ様です。ないな、上から見てもないな。あれ、なんでこんなとこ看板あるの。ここに看板あるってことは下から来るってことだよね。そこも多分水面だろうな。ないね。はあ。まあ、ひょっとしたら見せたサイトの記事が実はめっちゃ古くてもう支援に飲まれてるかもしれないですけどね。普通にありえると思う。サイトの作り自体も結構古い感じだから。 CSS で左側になんかリンクのやつずらーって並んでタイプのスマホ用のんじゃないサイトだから。これなんだ、道っぽいけど。ゴミがすげえあるこことか。すごいゴミあるんですね。うん、汗が流れて目に入ってめっちゃ痛い。湿気がすごいっすよね。そう。あ、これ道が上に行ってんのか。あ、もしかしたら一番上にあるのかな。ないか。うーん、でもさっき通ってきた道もこんな感じですよね。そうね。
ちょっと今の現在地で地図見てみようか。こう左側のところヘリポートとかあるから、こっち崖が違うでしょ今こんな感じでヘリポートが、まあ行くだけ行く、うん、なんかあと頂上みたいな、うん、何これ下りやん、あ、通行禁止ね。この先は通行止めのようです。あ、ヘリポートあったわ。ヘリポート、こんなところに何のヘリポート、何の土地か書いてくれたらいいのに。もう立地的には多分電気関係だと思うけど、つくし荒野、はい、そんなわけでここは一番、あれ、なんだあれ、あ、小屋だ、こういう小屋じゃねえんだよな。この声だけ見るか、じゃあ、あっち、あ、ドラム缶か、これとかなんか洗面所みたいな、洗面所、トイレや、あ、お手洗い、それじゃないじゃないと思うけどな、あ、でもキャンプ場の管理棟的な意味で無断で園内みたいですね、あー、まあ、入んなって言われてるから入れないけど、はあ、ここでキャンプ楽しくないよ何もないし暗いし、そうね、自然が過ぎる、はあ、うん、じゃあ引き返しますか、はい、はい、そんなわけでキャンプ場は見つかりませんでした。ちょっとね、次回はもうちょっと調べてこようかなと。次回調べてこの先だったらどうします、バーンって行きます、多分反対側から回ってこないんじゃないかな車で一応道繋がってるからね、うん、なんでもこれっぽいっすけどね、うん、高円ってなってます、はいはいはい、園内って何なの、いや果樹園とかかもしんない、ほら栗だし、ああ。